この動画をご覧になる方の多くは、音楽などを録音したカセットテープや MD を持っておられて、それをデジタル化して簡単に聞きたいと思っておられることと思います。MD は、録音時にマークをしておくとスキップできますが、ついついそのまま連続して録音してしまうことが多いですし、カセットテープは、聞きたいところまで早送りや巻き戻しをするのが面倒なので、ついつい疎遠になってしまいます。音楽 CD やアナログレコードからダビングした曲なら、今はストリーミングサービスが普及していますので、大概の曲をネットから探して聴くことができるようになっていますし、一曲ダウンロード購入でついつい買ってしまうことも多いと思います。ところが、ラジオ番組のエアチェックをしたものとか、自分たちの演奏した記録とかになると、これはなんとか簡単に聴くことができればいいな、と思ってしまいます。私も過去に録音したカセットテープや MD が山ほどあって、どうしても手軽に聴きたいと思うものは、パソコンに取り込んで CD にしたり、スマホに同期させるなどをしていますが、今回は手持ちのカセットテープや MD からパソコンに音を取り込んで、デジタル化していつでも聴けるようにする方法のご紹介です。まず、手っ取り早く簡単に取り込むには、Windows パソコンならパソコンに入っているボイスレコーダーアプリを使う方法があります。ここでは小型の MD プレイヤーから取り込む方法をご紹介しますが、カセットテーププレイヤーでも、いわゆる CD カセットデッキや CD-MD デッキでも同じです。MD プレイヤーのイヤホンジャックからパソコンのラインイン、もしくはマイクジャックにミニプラグで接続します。デスクトップパソコンなら、大概は本体の背面に、ノートパソコンなら本体の横などにラインインやマイクジャックがありますので、そこに接続してパソコンのボイスレコーダーアプリを立ち上げます。ボイスレコーダーアプリを立ち上げると、中央にマイクのアイコンがありますので、プレイヤーで音を再生して、ここから録音したいというところでマイクアイコンをクリックすると録音が開始します。録音を終了するには、四角い停止アイコンをクリックすると終了になります。終了すると、レコーディングという名前が表示されますので、右クリックして名前を変更します。ここで再生アイコンをクリックすると、録音した音を確認することができます。なお、ボイスレコーダーアプリで録音したファイルは、ドキュメントフォルダの中に、サウンドレコーダーというフォルダがあり、その中にファイルが保存されています。これを再生して確認することもできます。さて、パソコンのボイスレコーダーアプリを使って取り込む方法をご紹介しましたが、もう一つ、パソコンいらずでカセットテープや MD の音を取り込むことができ、さらに MP3 形式に変換してくれるというアイテムを見つけましたので、この方法をご紹介します。これは、サンワサプライというパソコン関連のアイテムを発売している企業のものですが、オーディオレコーダーという名称になっています。実勢価格は3000円余りと思います。ご覧のように、非常にコンパクトな作りになっており、先ほどと同じように、カセットデッキや MD プレイヤーのイヤホンジャックから入力する形ですが、いわゆる音声ケーブルを使って入力することもできるようなので、デッキなどから取り込むときは便利と思います。記録メディアは、USB メモリーまたは SD カードとなっており、最大 32GB まで対応とのことなので、MP3 形式なら、相当量の保存が可能になります。実際に接続してみると、ご覧のように小さくまとまりますので、場所も取ることがありません。接続すると、緑色のランプが点灯しますが、これでスタンバイ状態になります。プレイヤーで音を再生して、先ほどと同じように、ここからというところで、本体上部のボタンを押すと録音が開始します。録音を停止するには、再度ボタンを押すと終了します。録音されたデータが入った USB メモリーをパソコンで開いてみると、ちゃんと MP3 形式で録音されていることがわかります。ここでは、昔、先輩のギターリストとデュオをやった曲を録音してみましたが、今バックで流れている曲が録音したものです。録音した音を確認すると、ファイル名を変更しておくと良いでしょう。ここからは、簡単な編集について説明してみたいと思います。録音したものを確認してみると、この部分はいらないから、
そこは省いて、この部分だけを残したいということがよくあります。そんな時に、簡単に必要な部分だけをカットしてくれるウェブ上でサービスを提供しているサイトがあります。普通なら、パソコンに音楽、音声ファイル編集ソフトをインストールしておいて、そこで作業するところですが、このようにインターネット上で簡単に編集できるなら、それに越したことはありません。ウェブサイトに行って、編集したいファイルをドラッグ&ドロップすると、ファイルが読み込まれて、画面のように波形が表示されます。ここで再生ボタンをクリックすると、録音した頭から再生されますので、どこまでをカットするかを決めます。カットしたい部分の頭が決まると、その位置にスライダーを動かして位置決めをします。フェードインをしたいと思ったら、フェードインマークをクリックするとフェードインになります。また、デフォルトでは3秒になっていますが、その時間を変更することができます。次に不要な後半の部分があれば、前半と同様に、今度は最後尾のバーをスライダーさせて終了位置を決めます。位置決めを決定したら、そこまでの部分をカットすることになりますが、フェードアウトをしたいときは、フェードインと同じように、今度はフェードアウトを指定します。決定したら、カットボタンをクリックすると変換が始まりますので、保存が表示されたら、保存ボタンをクリックしてダウンロードすると完了です。ご視聴ありがとうございました。今回はカセットテープや MD の音を簡単にパソコンに取り込む方法、簡単な編集についての情報を提供しましたが、次回はフリーソフトを使った編集方法などを取り上げてみたいと思います。